アズマナルコカレックスシミゼンシスは、カヤツリグサカスゲ属の植物の一種。やや大柄で、細長い方を垂れ下がらせる。道端にも出てくるもので、株の基部が円柱形なのが特徴。火力性の多年性草本。保福枝は出さず、束になった大きな株を作る。根茎は太くなる。草丈は50から100センチメートルに達する。葉は、家計より長くなり、 洋服顎から9ト、mm、ルほど、葉の円は多少ザラつく。ただし葉質はある程度柔らかい。基部の鞘は高褐色に多少色づく。また茎の基部は太くなって、径5から1 0ト、mm、ルになり、また断面が丸くなり、この部分には葉芯を描く鞘があり、その背面は丸くなっている。ちなみに、家系も先端の方では、断面が三角だが基部では太くなって、 断面も円に近くなる。下期は5から7月。下女の構成としては、コボが3から6個、家系の先端近くに比較的接近してつく。ただし、下方のものはやや離れてつく傾向がある。先端の頂きコボは優勢、あるいは私優勢、つまりお花ばかりが並ぶか、先端に若干の目花がつくのが普通だが、この部分は変異が見られる。側コボは姿勢。 これらコボは、特に側コボは、うなだれてつくか、あるいは真下に垂れ下がる。コボの基部にあるツとは、鞘がなく、養心は養上に発達し、長さは5から25センチメートルになる。いただきコボは、姿勢内し視優勢、線柱形で、長さ5から7センチメートル、時に10センチメートルに達する。また短い柄がある。ペンは、半透明から緑白色で、 先端は尖っている。側ボは姿勢で円柱形、長さ3から8センチメートル、幅4から5ミリメートル。柄は下のものほど長くて0.5から3センチメートル。メバナリンペンは緑白色で卵型をしており、先端は尖るか、短いのぎになって突き出る。下方はメバナリンペンよりやや長くて、長さ2.5から2.8ミ、mm、リメートル。 1> 幅1.3から1.5ミリメートルで、卵型、断面はやや扁平で、量の間には3から4本の細い脈がある。表面は無毛で褐色の反転があり、先端は短いくちばしになり、その先端の後部は中がくぼんでいる。痩せかはゆるく下方に包まれており、甲卵形で、長さ1.5ミリメートル。中頭は2つに割れる。 和名は元来最後に、スゲとついたのを省略したもので、別名には、宮間なる子がある。東ずなる子は、なる子が垂れ下がった小房総見立てたことに基づき、東国に入る、なる子スゲの意で、別名は、新山なる子スゲの意である。日本では、北海道、本州、四国、九州から知られるが、本州では主に、日本海側に、九州では、北部からのみ知られ、 また国外では、移領島から知られる。水湿地を好み、山地の林園などに生えるが、格乱地によく入り込み、路傍などでも見られる。岡山県では、北部の山道の脇で群生しているのがよく見られるという。本種は頂きこぼゆう星か私ゆう星、側こぼし星、ストに鞘がないこと、中東が二列などの特徴から、アゼスゲフシセクト、フェイコシスティスに分類されている。 最もよく似ているのは、アゼナルコシーデモファレピスである。湿地に生え、ロボウなどにも出現する点も同じである。違いとしては、本種では、茎の基部が丸く、養身のない鞘に包まれていることで、アゼナルコを含む、禁煙の種は大抵はっきりした、三角の断面を持っている。またアゼナルコではいただきこぼうが、ほぼ必ず私有性で、 細いオバナブの先端に太いメバナブがあるのが、とてもよく目立つ。本種の場合、そのような形になる例もあるが、多くなく、オスコボか、そこに、多少のメバナブがある。また、アゼナルコではオバナ、メバナともにその臨辺にはっきりした、長いのぎがあることでも区別できる。ツクシナルコシーサブサーニアもよく似ているが、下方に、明らかな脈があるのが特徴で、またこの種は、 本州南部から四国、九州に分布するものである。コボが細長くて垂れ下がるものには、適りすぎしキーテンシスもあるが、こちらは、植物体全体に、ザラつきが強く、手が切れるほどである。また大橋ほか編は、河原すげしンスイザと似ていることを指摘しているが、この種は本種に比べてはるかに小さく、混同することは、まずない。 環境省のレッドデータブックには取り上げられていない。県別では、千葉県、徳島県、愛媛県と佐賀県で指定がある。南原域での指定と思われる。以下、主として、星のほか、P196 星のほか、P64 勝山、P125 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 星のほか、P64 勝山、 P125 巻の原町、P343 勝山、P125 星のほか、P196 星のほか、P64 勝山、P96 星のほか、P196 星のほか、P182 星のほか、P184。ありがとうございます。